ったそうですよ。はい、これですね、うまくなるまでに1ヶ月というようなことで要するそうです。1ヶ月かかるそうですよ、ここまでやる。はい、これが本掛けということです。はい、次はね、今度小振りというふうなことで振ってまいります。少しゆっくり振って中振りですというようなことなんですけれどもね。はい、小振りから中振りというふうなことでね、はい、今お願いしておりますよ。はい、これですね、簡単なようですけれどもね、ここまでなるだけでも大変なんですよね。はい、じゃあ次いきますか。はい、次は足くぐしです。足くぐしですよ。はい、ほら足をね、ぐっと回ってますでしょう。ねえ、ほら、横長いよく落ちないもんですよね。不思議でしょ、どうなってるものかなーって思ったりしますけれどもね。はい、これ、見事足をね、ぐるってますよね。はい、さあ続きまして、今度は手のひら回しということにいきますよ。手のひら回しです。よいしょ。はい、はい、手のひら乗りますか。はい、乗りました。はい、拍手をお願いしたいと思います。シンプルな技なんですがね、はい、一番好きな技です。誰が好きなんでしょうかね、会場の皆さんなんでしょうかね。はい、ね、手のひら回しから次は今度は指回しということに移ってまいります。コマくるくる変わるかか、コマが回るわ、目が回る、指のペーラに腰掛けて、しばし出てもう眺めやすわというようなことです。指回しで、はい、指まで回ってますよ。はい、指回しが今行われておりますけれどもね、もう会場の皆さん一人入ってね、拍手するのを忘れてるんじゃないかと思いますけれども、いいですか。はい、じゃあ次は今度自由の女神いきましょうか。はい、指回しからね、今度は自由の女神、よいしょ。はい、上がりました。ハドソンが上がりますね。はい、見下ろして右手を高く掲げましょうということで、自由の女神でした。あ、はい、自由の女神です。できましたね、ちょっと皆さん、お手拍手、はい、お手拍手のないようにでお願い申し上げたいと思いますけれども、はい、このようにコマはね、ずーっと回り続けているんですよ。あ、続きまして今度は腕の勢です。腕の勢ですよ。はい、どんな技なんでしょうかね。腕の勢ですよ。よいしょ。はい、乗りました。あ、はい、腕に乗りました。よく起きないもんですよね、このコマがね。ほら、よいしょ。お前、回転もね、ずーっと続けてましてね、こうやってね、病気が次から次と出てきておりますけれども、勢いをつけて、勢いをつけて、さあ、飛びました。おい、拍手。よいしょ、また飛んできました。ほら、なかなかこれは難しいですよ。よいしょ。はい、また飛びました。よいしょ。おい、おー、ねえ、高く飛んでね、キャッチボールが行われておりますよ。はい、ねえ、よいしょ。もう一回行きますか。はい、よいしょ。はい、右で行きます。うん、あ、これはまた違った投げ方でしたね。はい、あー、なかなかこれ難しい。はい、わかりました。さあ次はですね、はい、キャッチボール、この後は一つ、よいしょ、はい、迫りました。簡単のようでこれ非常に難しいそうなんですね。はい、さあ、はい、こう、おー、わかりました。よいしょ、はい、うん、これがつまめ返しですかね。非常回転つまめ返しです。よいしょ。はい、気合いをつけて、はい、もう一度、はい、回りました。はい、うまめがやし、佐々木小次郎のね、有名ですよね。はい、さあ続きまして今度は行きますか。はい、熊川下りです。熊川下り、はい、熊川下り行きますよ。よいしょ、どういったの技が出てきますか。熊川下り、よいしょ。あ、そういったじゃないですか。ぐるっとね、ひぐいすの谷渡り、はい、ひぐいすの谷渡りです。はい、どうなりますか。一本の糸の上を右へ、そして左へ駒が進
綱渡りをしてまいります。はい、綱渡りですよ。いかがでしょう。はい、ね、お見事ですね。こちらへね、みんながやってきたりとりますけど、そうなんですね。はい、次は今度は鯉の滝登り。鯉の滝登り、駒がね、下からぐーっと上の方に上がってくるんではないかと思いますよ。子供たちに名前をつけてもらうとエレベーターと反応します。はい、エレベーターに見えますでしょうか。はい、見えました、はい、エレベーターに見えましたよ。はい、よいしょ。